上が、ヒューズ、レーセオン、マクダネル・ダグラス、下が G D、GD、ウェスティングハウスの概念図 AIM-152、アムは、アメリカ合衆国によって開発された、長距離空対空ミサイル。計画は、開発段階が完了したものの、冷戦の終結と、ソビエト連邦の崩壊に伴い、超音速爆撃機の脅威が低減したことにより、アメリカ海軍によって配備されなかった。 NWC ナレークで、カイマイで、海 -14 に喧嘩された、HMD 実証機 AIM-152 は、元は AIM-54 フェニックスを置き換える、目的のアメリカ海軍の先進的な、空対空ミサイルの要請だった。1980年代半ば以降に、フェニックスは、もはや最先端ではなく、海軍は、ソビエトの津 -22M バックファイヤーと、 マイナス160ブラックジャックと長距離超音速、爆撃機へ対抗するための長距離ミサイルを求めた。目標はフェニックスよりも小型軽量で同等化それ、以上の射程とマフハ3以上での飛行速度の兵器を開発することだった。ミサイルのための複数のシステムが検討され、チャイナレイク海軍兵器センターによって1980年代、初頭に 先進汎用迎撃ミサイル実証計画の一環としてすでに評価されていた。HMD ミサイルは製造されたが計画が中止されたことで飛行しなかった。1987年にヒューズ・レーセオンとジェネラルダイナミックス・ウェスティングハウスが AIM-152 の競争設計に選定された。ヒューズ・レーセオンの設計は大部分を高速用の ハイブリッドラムジェット固体ロケットエンジンを備えた ACMD ミサイルを原型とした。ミサイルは後年 AIM-120 アンロムに取り入れられたアクティブレーダーホーミングによる最終誘導を備えた完成誘導を使用する予定だった。標的にミサイルの接近を警戒されるいかなる放射も伴わない赤外線最終誘導追尾も同様に計画された。GD ウェスティングハウスの設計は、複数のパルス式の純粋な固体燃料、ロケットエンジンを備えた幾分小型のものだった。同様に、慣性誘導装置を備えていたが、中間でデュアルバンドセミアクティブレーダーでアップデートした。最終誘導は、予備の赤外線追尾装置を備えた、電子光学センサーだった。セミアクティブレーダーホーミングでは発射する。 航空機は飛行中に常に標的をレーダーで照射し続けなければならず、それは敵へ向かって飛行しなければならず、そのため大きな危険にさらすことを意味した。GD、ウェスティングハウスはこれを避けるために、ミサイルが標的へ向かっている間に反転してからも、照射を続けられるように全部と後部の両方から、標的を照射できるレーダー照射ポッドを航空機に備えた。 ソビート連邦の崩壊により、ロシアの爆撃機の効果的な脅威は終了してそれ、以降は、以前の脅威に当てはまる国はなく、アムは対抗する敵がなくなり不要になった。計画は2機の試作機であるイエーム -152A が受領されて間もなく1992年に中止された。フェニックスミサイルがアメリカ海軍から引退したことで、 アメリカ海軍の長距離空対空能力は失われ、関連して代わりに駐車艇の AIM-120 アンロムがその役割を担うことになった。長射程仕様のアンロムはこの能力の一部を復活するために開発中である。ありがとうございます。